旅順区区、旅順港区は中華、人民共和国領名賞大連市に位置する四角区。両党半島の最西部、突端部にあり、天然の領港として知られて、かつては旅順軍港の軍港都市であり、現在は大連市に編入されている。区人民政府の所在地は、新城大会一号にある。大連市内からは4 5トルの距離で、国家級風景名称区。 国家級自然保護区に指定されている。陸地面積506.8平方キロメートル。海岸線の長さは169.7キロメートル。宴会では真珠の養殖が盛んである。旅順具地区政府は2009年3月20日付の招待会で旅順具地区を外国人にも開放し、軍事金区以外は外国人も訪問できるようになったと発表した。しかし、この発表は、 大連氏や国家レベルの承認も得たものでない旨、日本領事館大連事務所から注意喚起されている。市及び国家からの正式文書を得た段階で、下の現状にある訪問制限の記述も変更される。近代に入るまで目立った歴史は記されていない。1858年から1860年まで戦われたアヘン戦争時、イギリス海軍のアーサー注意。 ウィリアム C ・アーサー指揮するフリゲートが寄港したことで、ポートアーサーの名称が欧米に知られるようになった。もともとは人家もまばらな寂しい漁村であったが、1878年に真の北洋艦隊の根拠地となったことから町が形成された。日清戦争中の1895年には日本陸軍に占領された。この際、欧米記者によって、 日本軍が言ったとも言われる、旅順虐殺事件が報道され、問題となったが、日本政府は事実無根であるとした。下関条約により、旅順を含む両東半島は日本に割上されることに決まったが、三国干渉によって中止となる。1900年の義和団の乱の後、ロシア帝国の咀嚼地となり、ロシア海軍の太平洋艦隊の根拠地として、軍港、 要塞として開発され、日露戦争当時は人口1万人を超えるほどの町に発展していた。日露戦争においては、日本軍による旅順口、攻撃、旅順口閉塞作戦及び旅順行為戦が起こった。思考外の丘陵である203高地などでの激戦の末、最終的に日本軍が莫大な損害の後に勝利したことにり、1905年1月に、 旅順を占領した。旅順北郊外の水進へで停戦条約に調印し、乃木マレスケ将軍とアナトーリーステスセリ将軍が会見している。日本は同年のポーツマス条約において、清氏に対する咀嚼権を正式にロシアから引き継いだ。はじめ、旅順には関東と特府が置かれ、その後、大連へ関東州の諸施設が移るに従い、旅順は 日本の軍事的拠点となり、日本海軍により、旅順用行部が置かれ、竜が、旅順駅、白玉山一帯を挟んで、東の旧市街と西の新市街は大いに発展した。第二次世界大戦末期の1945年、ソ連軍が侵攻し、旅順を占領した後は、ソ連海軍の太平洋艦隊の軍港として、中華民国に認めさせた。 1950年に隣接する大連と金州と合併、旅大使となり、1955年に中華人民共和国に返還される。1981年に現在の使命である大連に解消され、大連市旅順具地区となった。現在、旅順具地区の面積は506平方キロ、人口は21万人である。大連は中国の改革開放における、 市場経済導入の成果を代表する国際都市である。しかし、旅順部地区には中国海軍基地が存在し、軍事機密地域に指定されているため、中心市街区や軍港の周辺、楼鉄山などへの外国人の立ち入りが規制されていたが2009年6月より、軍港周辺、軍港公園など数箇所を除いて外国人に解放された。 一方、203高地や水死営会見所、旅順行為戦の後停戦協定が締結され、ロシア軍のステッセル司令官と日本軍の野木マレスケ大将が会見した場所などは観光地として開放され、多くの観光客が訪問している。区を管轄する大連市は、地区全体を戦争遺跡として世界遺産登録を目指しているが、前述の立ち入り制限地区があるため、 軍の要望で計画変更される可能性もある。また、大谷体験隊の成果を多く収蔵する、旅順博物館、日露戦争戦績の東警官散歩かルイ、伊藤博文を暗殺した、安十根が死刑前に収容されていた、日露監獄などは、指定旅行会社を経由してしか許可されなかったが、現在はこれらも外国人に解放された。また、 軍港岩下に見下ろす白玉山、白玉島イコール日露戦争勝利記念島がある、旧旅順高校、現海軍司令部、旧旅順高科大学、現海軍病院、北企業作曲のモデルといわれる黄金山海外海水浴場などへの訪問も、正式に外国人に解放された。こうした政権が存在する旅順地区国も、観光地として、北海湾に面した。 世界和平公園が建設され、またそのそばに、大連交通大学のソフトウェア学院、大連鍵大学が設立された。その北側の旅順開発区には、大連市外区にあった大連記者車,車両が移転しており、さらに北側には、両姉大外業防学院もある。二千七年には、白銀山トンネルの東側の旅順南路沿いの、北側に、中山区に、あ、大連外国語大学が、 南側に砂川口区にあった大連以下大学は移転している。こうして日本語教師として旅順にある大学に勤める日本人も出てきている。また、渤海の洋島湾に面した旅順振興が建設され、そこから山東省園台への渤海鉄道フェリーが2006年末から運用されている。両東半島の先端の岬は崖海岸の公園になっていて、 そこに老鉄山灯台、1893年設置があり、またそこはその日によって、黄色の海、左の航海と青い海、右の渤海の境がよく見える、木牧海分線にもなっている。旅順口区南部の鉄山海道院河村には、中国では、珍しい露天風呂を有する老鉄山温泉が位置する。日本、ロシア、韓国、 安重根が処刑された日露韓国を訪れる韓国人も多いなどからの外国人の訪問も増えているので、旅順の主な施設について各時代における名称を記すと、資料、旅順広大九十年史の露地時代の旅順、抜粋に引用された露地時代の旅順、旅順図書館、1936などから、なお、旅順う区,区政府、区役所は2005年に、 各水航路、北港外、各屋村、水援へ移転した。海軍施設は、設備名称は書いてないが、分かっているものは書いた。旅順具地区の英語旧称のポートアーサーは、オーストラリアのポートアーサー、アメリカ合衆国のポートアーサー、フィンランドのトゥルク、フィンランドの旧首都にある地名など世界にいつかある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。